サンクトペテルブルク、タブリーダ宮殿に置かれた国会議事堂ドゥーマはロシアにおける議会。日本語では特に定世期の国会を指す。この他にも定世期の市議会もこの名称が用いられた。現在のロシア連邦議会会員などでも用いられる。ドゥーマとはロシア語で考えるという意味の動詞に由来している。モスクワ大公、後のツアーリに助言する機関として、 貴族議会と呼ばれる組織があった。しかしながら、こうした貴族権力は皇帝権力の強化を目指したロシア皇帝には邪魔であり、また皇帝権力が貴族権力を抑制するのに十分な力を持ったことから、ピョートル一世の時代になるとドゥーマは廃止され、1711年からは他の機関がこれを代替した。日露戦争中のロシア第一革命に対する、 回答として、時の皇帝ニコライ2世は1905年8月6日にドゥーマの召集を布告した。彼は、この組織を立憲君主国の議会とは異なり、諮問機関に過ぎないと考えていた。ツァーリはドゥーマに立法機能と視察権を与えたため、ある程度は他国の下院議会と同様の働きを有していた。しかし、ニコライ2世には、 自身の権限をドゥーマに異常する考えは持ち合わせていなかった。1906年5月にドゥーマが開催される直前、ニコライ2世は1906年憲法を発布し、内閣を構成する、国務大臣はドゥーマにより任命されることはなく、ドゥーマに対して責任も有しないと規定した。これにより、議会制民主主義は根底から否定された。それに加え、ツァーリには、 いかなる時でもドゥーマを解散、再選挙を行う権限が付与されていた。第1回議会選挙は1906年3月に開催され、社会主義政党及びリベラル派が大勢を占めた。これを嫌ったツァーリにより数週間後に議会は解散された。第2回議会は翌年2月に開かれたが、これも短命に終わった。非常特権を利用して、ストルイピン首相は、 選挙法を改正し、貴族すなわち地主に有利な選挙権を作成した。これにより、第3回議会では、ジェントリ、地主、大商人が議会を支配することになった。1907年から1912年まで、10月17日同盟が、保守的路線を敷いて、議会を支配した。ストルイピンの暗殺、サーリの反動傾向によりドゥーマの権威は、 カンバシーとは言えないものだった。第4回議会は1912年から1917年まで開催された。ここでも政治的影響力は制限されていたが、1917年に2月革命が勃発すると議員たちは臨時政府の設立に尽力し、一定の評価が与えられた。ボリシェビキによる武力放棄により、ドゥーマの活動は終わった。G 今年遺品。 ピョートル前夜のロシア彩り流、記者、2003年、34-35、ありがとうございます。